昼も夜も深夜も家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回は3点が一直線上にあることの証明問題ということでやっていきたいと思います。問題はですね、ちょっと説明すると、平行四辺形 ABCD があります。点 E がですね、線分 AB を2対1に内分する点、また点 F は線分 BD を1対3に内分する点とします。その時にですね、この3点 CFE、 この3点ですね、この3点がですね、一直線上にあるよと、ここ一直線上になってますよとっていうことをですね、ベクトルを用いてね、ちょっと証明していきたいと思います。まあちょっとね、 AB ベクトルをベクトル B、 AD ベクトルをベクトル D としておきます。はい。で、この3点がこの CEF がですね、一直線上にあることを証明するためにはどんなことが言えればいいのかっていうことなんですけども、ベクトルで言うと、ベクトル AF をこれ何倍に伸ばしたらベクトル EC になるか、このベクトルを伸ばしたらこうなるよっていう風な形で表すことができればいいんですね。なので、このベクトル EC がですね、 E から C に行くベクトルがベクトル EF を伸ばしたもんだよと。伸ばしたものっていうのは何とか倍、2倍とか3倍とか2分の3倍とか、だから何とか倍になってるよと。こうなっていれば、こういう形を言うことができれば、この3点が一直線上にあるっていうことが証明できるんですね。ということで、これを証明するために、とりあえずこのベクトル EC、ベクトル EF をとりあえず求めていこうという流れになります。そうすると、まずベクトル EC からいきましょうか。ベクトル EC なんですが、今この小文字のベクトル B、D を使って表していきます。で、何を使うかというとですね、まず視点を揃える公式っていうのをちょっとしっかりですね、押さえてほしいですね。視点を揃える公式って何かっていうと、例えばベクトル AB だったら、例えば視点をですね、なんか四角っていう文字、まあ例えばですね、まあ、こう四角としましょうかね。で、この四角を使ってね、表したければですね、このベクトル AB っていうのは四角ベクトル B 引く四角ベクトル A という形になります。まあ、もしも四角が O とかだったら、まあ、OA、OB 引く OA とかいう風になるわけですね。これどういうことかっていうと、 A から B に行くときに A から O 行って O から B に行ったりしますよね。A から O 行って O から B に行く。で、AO、ベクトル AO 足す OB なんだけど、このベクトル AO っていうのは、A から O に行くベクトルっていうのは、ベクトル OA の逆ベクトルだよね。OA の向きの逆なので、これはマイナスベクトル OA 足す OB に変えることできるよね。このベクトル AO がマイナスベクトル OA。ということは、マイナス OA 足す OB。これマイナス OA 足す OB になってるでしょ。だから OB 引く OA。で、別にこれ今四角っていうのはどんな文字が入ってもいいわけ。四角を例えば C にしたかったら CB 引く CA。四角を D にしたかったら DB 引く DA となるように、この四角はどんな文字が入っても OK です。で、今、この問題ではベクトル EC なんだけど、このベクトル B、ベクトル D を使って表したいので、視点が A からスタートしてるってことですね。だからこれ視点を A に揃えます。なので、これ、四角 B 引く四角 A、 この BA は後ろ前になってますね。なので視点を A に揃えたいので、四角を A にして A で、後ろ AC 引く前 AE っていう形で表すことができます。これは視点を揃える公式を使っただけです。そうすると AC 引く AE になるわけで、でベクトル AC なんですが、 A から C に行くベクトルっていうのは AB と AB を足したものだよね。これちょうど平行四辺形の対角線になるわけですから、その時はこのベクトル B とベクトル D を足したものになります。なのでベクトル B 足すベクトル D、 マイナスベクトル AE、 AE はこれ3分の2倍、ベクトル B を3分の2倍に縮めたものだから、マイナス3分の2倍のベクトル B ということで、これを計算すると B 引く3分の 2B で3分の1ベクトル B プラスベクトル D というふうになってる。で、このままでもいいんですけども、一応3分の1でくくっときます。3分の1括弧 B 足す3ベクトル D っていう形で表すことができます。
そしたら続いて今度ベクトル EF を表していきます。ベクトル EF、 このベクトルですね、ベクトル EF、 このベクトルです。でベクトル EF なんですけども、これも視点を揃えます。さっきから言ってますが、視点は何に揃えるかっていうと A で揃えてあります。 A から始まってるベクトル AB と AD で表したいのね。なので後ろから前引いてベクトル AF 引くベクトル AE、 この公式を使ってます。この四角のところに A が入ってて、後ろから前 F から E を引いてるわけですね。そうするとベクトル AF なんですが、このベクトルですね、これはですね内分の公式を使います。内分の公式、内分の公式っていうのは三角形 OAB があって、ここ P がですね M 単位 N と内分されている時ですね。このベクトル OP はベクトル A、ベクトル B で表すと M プラス N 分の N ベクトル A たす M ベクトル B になるよっていう公式です。これが内分の公式、こことここをかけて M プラス N 分の NA たす MB で、これを使うことによって今この三角形をね考えてください。この三角形、この三角形でこうなってるんですね。そうすると内分の公式、ここ1対3になるので1プラス3、つまり4分のですね、ここの M と N が1たす3で4分のになってます。だから4分ので、3ベクトル B ですね、この3とこのベクトル AB をかけるので3ベクトル B プラスここ1かけるベクトル D ですね、1と D をかけてますね。なのでプラスベクトル D マイナスベクトル AE はやはり3分の2ベクトル B になります。これを計算します。そうするとこれを計算すると今4分の 3B 引く3分の 2B ですから、通分してあげて12分ので表すことができますね。分母12で表すと12分の9B プラス 3D マイナス 8B と、よって12分の1でなって9B 引く 8B で B 足す 3D という具合になります。ここまでいいかな。12分の 1B 足す 3D で、ここで今ちょっと消してしまいますが、2つのベクトルを求めることができたわけですけれども、2つのベクトルを求めることができました。で、ここでですね、この B たす 3D、B たす 3D、これ揃ってますよね。ここ揃ってるっていうのがポイントなんだけども、ここ B たす 3D、B たす 3D 揃ってます。そうするとですね、今ベクトル EC、今ベクトル EC が3分の1赤四角、ベクトル EF が12分の1赤四角ってことは、ここの部分は同じなんだから3分の1と12分の1を比較してほしいんですね。そうすると3分の1と12分の1を比較するとこれ4倍になってるでしょ。これをかける4すれば12分の1を4倍したら3分の1になるでしょ。ということなので EF と EC の関係はね、よってEF と EC の関係はこのベクトル EC とすればベクトル EF を4倍したもんだよね。ということで目標だったベクトル EC イコールなんとか倍の EF になったでしょ。ここの部分が同じになってるっていうのがポイントです。あとは3分の1と12分の1見て4倍してるよね。だから EC は4ベクトル EF となる。でってことは、したがって3点CFE は一直線上になってるよということが言えるよということですね。はい、ということで証明が完了ということになります。いいかな。ということで、ちょっと今消してしまいましたが、あの視点を揃える公式と内分の公式はですね、ぜひ使えるようになってください、僕のね動画でも上げてるのでぜひ見といてください。いいかな。はい、ということで3点が一直線上になることの証明をの解説を終わります。よかったらですね、チャンネル登録してまた見てください。では。